こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ私たまたまね、このガーシーチャンネルっていうのをまた見てしまいまして、というのが以前もちょっと見たんですけども、立花隆さんが紹介したんで、ただ私芸能人知らないんで、ガーシーさんの暴露話ってあんまり面白くないんですよ。ただ今回は芸能人とか芸能人じゃなく、やっぱこれはダメだろうみたいなことが上がっていたんで、ちょっとお話ししようかと思うんですよ。今画面に映ってる方、女性の方ですよね。24歳の NMB というアイドルグループ、アイドルユニットのメンバーだというふうに言われてました。今はもう辞めて OL をしてるそうですけどもね。で、そういったアイドルグループ、当時17歳だった彼女が、綾野剛さんにね、まあなんかお酒を、まあ無理やり飲まされて、勧められて、で、まあ酔っ払ってしまって、そのまんま、綾野剛さんに誘われるまんま、なんかね、意識朦朧だったということだそうですけども、当然ですよね。17歳でお酒飲めばね。で、それで、まあ、ホテルに連れ込まれて、そういうことになってしまったということが、未成年淫行っていうのがあったらしいんですよ。だから当時17歳で NMB でこれから売り出そうとしてる時、もしくはもう売り出してる途中にそんなことがあったらね、ファンの方としても、ちょっと裏切られたような気持ちとかになるんではないかと思いますし、このね、女性のファンの方がもしいたらね、綾野剛この野郎とかになってたと思います。で、本人が言ってますんでね、綾野剛さんとこうだったよ。そして綾野剛さんも実はね、口封じのために、当時18歳だったって言ってくれっていう風に、この女性に電話でお願いしに来たりとかね、7年ぶりに電話したらしいんですよ。で、お金を渡して金でもみ消そうと綾野剛さんがしたっていうことを、この女性が証言されてますんで、綾野剛さん自身がそういう風にしたっていう風にね。いや、これはすごいことだと思いますよ。だいたい痴漢とかの冤罪被害者っていうのは、その主張がほとんど通りますんで、痴漢冤罪ってのも生まれるぐらいなんですよ。ですんで、結局こういう風な性犯罪とかになってくると、男性はほとんどもうどうしようもないんですよね。まあもちろん、わけのわかんない権力が働けば、それはねじ曲げられて、女性が泣き寝入りってことになるかもしれませんけども、で、この女性はね、でも個人的には別に、まあそれでもよかったかなと、恨みに思ってなったりとかしないみたいなんですよ。綾野剛さんを陥れようとか思ってないから、そういうことも言ってましたしね。それはそれで立派なんですけども、じゃあなんでこの場に出たかっていうと、自分は良くても、当時、そうじゃない女の子たちが、同じように、自分と同じようにね、合意のもとじゃないのに、お酒を飲まされたりとか脅されたりとかね、いろいろされて悲しい未来を背負ってしまう、悲しい過去を背負ってしまうっていう現実を今でも生きてると思うと、同じ女性としてね、自分は別に悪い思いはしてない、個人的には全然いいんだけども、でも同じね女性がそんな目に遭ってると思うと、特に芸能界これから売り出していこうとするときに、もうベテラン俳優の綾野剛さんにそんなことをねけしかけられたら、もうどうにも断れないじゃないですか。で、しかも綾野剛さんはその時めちゃくちゃ優しくって、まあいい雰囲気だなと思うわけなんで、まあいいかなと思っちゃうわけですよ。でもこれ、客観的に、両性合意であろうとなかろうと犯罪だし、それからね、ガーシーさんも言われてましたけども、お父さんお母さんの気持ちになったら、芸能界なんてほんとくだらねえとこだっていう風になるわけじゃないですか、そんなことになったら。ね、そんなね、おもちゃにされるために芸能界に放り込んでるわけではないわけですよ。それこそお父さんお母さんの気持ちになったら、アイドルとはいえ、ミニスカートでね、おじさんの前でひらひら歌う、踊るぐらいも、ちょっとどうかなと思うところがあると思うんですよ。で、今回思ったのが、ガーシーさんって本当はね、女の人に優しいんだなと思ったってことなんですよ。ただそれだけは言いたくて今回動画撮ったんですよね。このガーシーさんってなんかね、悪い人なのかなと思ったんですけども、私は逆にね、こういう風な動画をたまたま今回見て、むちゃくちゃいい人じゃんみたいなね。こういう人が芸能界にいて、芸能人の暴走してるところを散々止めて回ったっていうね、そういったところが見えるに、なんか、この人がいたからまだまともに機能してるところも多いんじゃないかなと思うぐらいで、ただこのガーシーさんだけじゃないと思うんですよね。芸能人のあまりにも行き過ぎる行動に、なんか嫌気がさしてるのは。芸能界もちゃんとしましょうよと思いますけどね。なんか安心してお父さんお母さんが、自分のね、娘さんや息子さんの夢を叶えてあげるために芸能界で挑戦してこいっていう風に胸を張って堂々と言えるようにね。いや、芸能界って結局そういう世界でしょみたいな感じで、もうなんかお父さんもお母さんも止めるわけですよ。したら、そういうこと知らない男の子や女の子は、なんか意地悪で自分の親は反対してるって思って、家庭不安とか分断とか生まれるわけじゃないですか。でもいいところだったらね、別にお父さんもお母さんも頑張っておいでになるわけですよ。結局未だにそういう悪いとこだっっていう風な感じじゃないですかね。それから芸能人の方がね、やっぱりこう、自ら生きることをやめてしまうっていうのは、もしかしたらこういうことに関係するんじゃないかなっていう風に勘ぐっちゃいますけどもね。まあ勘ぐらないまでもそうなのかなと思いますけどもね。で、私の場合はね、中学の頃、岡田由紀子ちゃんって方が人気絶頂期で、急にね、ビルの上からね、なわけなんですよ。あれ未だによくわかんないんで、まさに闇から闇もみ消されたってことなんですよ。当時は情報の流通も少なかったですし、だからその情報がね、今インターネットがありますけども、当時なかったのいいことにもっとひどいことがあったんだろうなと思います。はい、ガーシーチャンネルたまたま見てしまいました。こうなったらまた見るかもしれません。まあ芸能人のことを私はあんまり知らないんで、見ても聞いてあんまり面白くないんですけどもね。はい、でも今回はね、未成年、淫行といいますか、強引な淫行疑惑、なんかね、そういった感じで性犯罪じゃないかなと思います。綾野剛さん、コウノトリ続編も込みで見てました。それからザ・ファミリーも見てました。結構役者としては好きなんですけども、人間としてはちょっとダメなんじゃないかなと思うよ。本当にね、アイスとか売ってる場合じゃないと思うよ、これは。はい、以上です。